女の一生は1883年に刊行された儀、ドモーパッサンの長編小説。また、それを原作とした映画、ドラマ化作品。主人公の少女ジャンヌが成長するにつれて、人生における様々な不幸を経験していく様を描いた著者の代表作である。現代は不定感し、人生の意味で日本語大の女のにあたる単語はない。 また物語終了時点でジャンヌは書領期であり、厳密には一生が最後まで描かれているわけでもない。修道院を出て、両親と共にレプープルの屋敷で暮らし始めた17歳の少女ジャンヌは、美しく素晴らしい人生が自分の前にあると心躍らせ、美青年ジュリアン死者と結婚する。だが結婚すると、夫はジャンヌに対する愛情をなくし、 金に執着するようになる。夫は、ジャンヌの入姉妹のロザリア、友人のフルビル伯爵の妻とも関係を持ち、さらに、ジャンヌの母もかつて父の友人と不倫関係にあったことを知り、ジャンヌは人生に対する希望を失っていく。妻の不倫を知った、フルビル伯爵は、ジュリアンと伯爵夫人が応接している移動小屋を、斜面から突き落とし、二人は死ぬ。未亡人になったジャンヌは、 息子ポールを溺愛するが、ポールは外国で女と暮らし、金の無心にしか手紙をよこさなくなる。両親も死に、一人きりになったジャンヌのもとに、屋敷を追い出されたロザリが戻ってくる。ロザリの助力でジャンヌは財産を整理し、屋敷を売って、小さい家に移り住む。やがて、ポールから、恋人が子供を産んで、死にそうだと手紙が来る。ロザリは、ポールのもとに行き、 女の子の赤ん坊を連れて戻り、アスポールも帰ってくるとジャンヌに告げる。多数の日本語訳が存在するが、新しい版は以下の通り。1928年4月7日公開。キャストスタッフ1953年11月23日公開。近代映画協会制作、新東方配給。キャストスタッフ1958年公開のフランス映画。 キャストスタッフ1967年11月11日公開。現在は DVD 化されている。キャストスタッフ2016年公開のフランスベルギー、合作映画。1979年1月8日から3月9日に TBS、ア愛の劇場は国で放送された。ありがとうございます。